初球から150近い149キロですからね、変化球できた。ただここはセンターの前に抜けていきました。この試合も第1打席からヒットを放ちました丸佳浩です。いやまず尾形さん、この丸のバッティングいかがでしょうか。積極的で、まあ、ずっと積極的っていうのは変わらないですけどね、どうなんですかね、こう、まあ、もちろん5番とか6番打つ時もあるんですけども、タイプ的にこう初回必ず回ってくる1、ね、2、3が本2番の吉川、ね、バントの構えはありません。2球目、はい、外れバッティングカウントです。外れました。三塁側タイガースサイドは読売テレビ大野明義アナウンサーです。3-1 から、外フルカウントです。外に構える梅野、ランナーがスタートして打ってきました。チャンスを作れるか。7球目の勝負です。ここもスタートを切ってきます。ファウルボール。8球目です。もう一度ランナースタート、変化球外れて、さあノーアウトランナー一塁二塁です。安定なようなタイミングには見えないんですけどね。そうですか。変化球打った、三遊間抜けてセカンドランナー回る、回った、三塁回ってホームに帰ってくる。防御率 1.12 の才木から初回に先制点を奪いましたジャイアンツ。4番岡本のタイムリーヒット、最後見逃しませんでした。なんとこの才木から初回に先制点を奪いました。スライダーですが、ちょっと中に入ってきました。そうですね、高さ的にもこう打ちやすい高さでしたよね。あ、山崎も手を叩いて喜びを表現します。ですから直前に尾形さんが、高めのボールですが三塁線フェアです。フェア、さあこれも逆方向への当たり、長打になりそうだ。ランナー1人かえって岡本3塁、大城2塁まで進んで2点目のタイムリーヒット。大城にも一発が生まれました。才木が初回に2点を失っています。このボール高めのまっすぐ、そうですね、このバッティングはどうご覧になりますか。やっぱり球威があります。おそらく待ってたと思うんですよね、ストレート。それでもやっぱり力のある高め、